この動画は、やさぐれメタルの視聴者、フィズキフティーン様の、コメントが、あまりにも的外れだったので、それに対して反論する動画です。以前から言っている通り、あまりにも的外れな批判には、動画で反論させてもらう場合があります。しかしフィズキフティーン様は、まだ話が通じそうな感じがするので、あまり辛辣なことは言いません。この動画はかなり彼に配慮した、優しめの内容になります。また、彼以外にも、彼と同じようなことを考えている、やさぐれメタル視聴者は、他にもいるでしょう。そういう人たちに対して、それは違うということを、はっきりと伝えるためにも、動画で反論させてもらいます。フィズキフティーン様には申し訳ありませんが、言っていることがあまりにもめちゃくちゃなので、一つずつ反論していきます。彼は比較的、まともな人間だと思っているのですが、そういう人でもこういう風になってしまう場合がある、という一つの例として、ぜひ皆様にも見ていただきたいです。知らない人向けに簡単に説明すると、フィズキフティーン様とは、やさぐれメタルの視聴者です。小川社長の生放送で、電話したものの、言っていることがあまりに低レベルで、騒動をろくに把握しておらず、完全論破されてしまいました。それでは反論していきます。以降、黄色い文字が、フィズキフティーン様のコメント、赤字が、レイヤーの言葉です。他の YouTuber を批判することをメインに、運営している赤字レイヤーさんが言うと、ブーメランすぎる話に聞こえます。このコメントが、当チャンネル内で、彼が最初にしたコメントです。8月27日くらいですね。たまに勘違いしてる人がいるんですが、本来は批判とは、悪いことではありません。悪いところを指摘して、改善を促す、問題点を洗い出すといった効果が、批判にはあります。なので筋の通った、正しい批判をすることは、全く悪いとは思っていません。私が他の YouTuber を批判しているから、ブーメランになるということですが、ちょっと意味がわからないです。私が動画で批判しているのは、明らかに誰がどう見ても、おかしいケースがほとんどだと思いますが、何がどうブーメランになるのでしょうか。あと赤木さんのリスナーも、赤木さんを全肯定してる人ばかりですよね。赤木さんが批判してる方々の、信者呼ばわりしてるリスナーと、赤木さんのリスナーの、明確な違いを知りたいです。以前から言っている通り、私は自分自身に対する批判を、一切削除していません。それに関しては昔から一貫しています。過去動画をいろいろ見てもらえると、わかると思いますが、私に対する批判コメントが、結構ある動画も一部あるはずです。まあ普段から見ている人が、コメントすることが多いので、肯定的な意見が多くなるのは、当然のことだとは思いますが、私に対する批判意見を、消しているわけではないです。肯定的な意見が多いのであれば、それが動画を見た視聴者の、正当な反応です。実際、過去に私は何度かやらかしたことがあります。その時はコメント欄で批判されています。まあこれは当たり前のことなんですが、なんだったら、メンバーシップの中にも、私を批判したり、反対意見を言う人も、いますからね。でもそういう視聴者って、大切じゃないですか。少なくとも私はそう思っています。すべての意見を聞くことはできませんが、私は批判意見を一部聞き入れています。例えば遊郭さんとバトルした時とかも、そうですね。やさぐれメタル師匠や、ユタボン様の場合は、どうでしょうか。少しでも批判的なコメントは、即削除、ブロックが当たり前です。批判をする人がいてくれたおかげで、私はここまで来れたと思っています。本当にありがとうございます。やさぐれ師匠は、ファンのコメントであっても、自分にとって少しでも都合が悪いと、即削除ブロックすることは有名です。でもコメント欄で、やさぐれを批判する人こそが、むしろ私は真のファンだと思いますけどね。本気で心配しているからこそ、批判するんじゃないでしょうか。そういう人を切り捨ててきたから、やさぐれは今あんなことになっているのではないでしょうか。投稿者がおかしいことをした時には、批判するのが本当のファンです。今のやさぐれのコメント欄には、そういう人は見当たりません。明らかに健全ではない環境ですよね。レイヤーの視聴者と、やさぐれの視聴者の明確な違いを知りたい、ということですね。表層だけ見れば一緒に見えるかもしれませんが、実態は完全に真逆です。もうすでに裁判で争ってるのに、やさぐれアンチが取りまとめたものを、プレミアム公開してやさぐれメタルアンチを、増やしまくる意味ってあるんですか。実害を受けたわけでもないのに、片方に肩入れしまくって丸目ですか。私はやさぐれが、あまりにもおかしいことをしているので、批判しているだけですが、アンチになるのでしょうか。まあそれはどうでもいいですね。裁判で係争中の話もありますが、やさぐれの今までの悪用は、そもそも裁判と関係ない部分が大半です。現時点での情報では、その悪用を広めていくことは、大切だと考えています。私自身が実害を受けたわけではありませんが、やさぐれの虚言動画によって、器用に実害が出ています。ついでに言うと、私もやさぐれから、間接的に煽られています。フィズキフティーン様の主張では、やさぐれへのリンチをやめろ、やさぐれを丸めるな、ということなのですが、言ってることがめちゃくちゃです。悪いことをしていたら、批判されるのは当たり前です。先ほども言ったように、批判とは本来悪いことではありません。あなた自身も批判していますよね。やさぐれが悪いことをしているから、散々批判されているのに、それに対して丸目だとか、リンチだとかいうのは、ちょっと実態を把握してなさすぎです。誰かがやさぐれに対して、実害を与えたのでしょうか。むしろ器用に実害を与えて、リンチや丸目をしているのは、どっちだと思いますか。フィズキフティーン様のように、エアプで被害者バッシングを始める、とんでもない情弱が多いので、私はこの件に関する動画投稿をしています。そもそも、フィズキフ
ーティーン様のような人が、一人もいなければ、最初から私は、この件の動画を投稿する必要はありませんでした。たまに、やさぐれは扇動していない、とかいう意味不明なことを言う人がいますが、業務妨害の被害が出ているので、動画を削除してください、というコメントが殺到しても、やさぐれはコメントを削除して、そのまま虚言動画を掲載し続けています。これを見れば、どう考えても、完全に悪意しかないことは、明らかです。嘘をついて、視聴者を扇動して、気に入らない相手を攻撃させる、こんなことをしている人物を、支持するというのなら、もうその時点で反社みたいなものです。別にやさぐれメタルは何の嫌がらせもしてないのに、社長含めてレイヤーさんやいろんな批判チャンネルにリスナーまでボロクソにずっと言われてきて、イライラが爆発したからレイヤーさんとレスばしたかっただけっすね。情報が偏っているとこういう思考になってしまうといういい例ですね。やさぐれメタルの熱烈な視聴者がどのような思考をしているのかがわかる貴重な例です。まあでもなんかもう自分からしたら、やさぐれさんは単に良い人でしかないし、友達に例えたら他でとんでもないことしてたとか、どんな事実突きつけられようと自分に対して何もしてなければ別に気にならないじゃん。で、丸くとかさつまるレベルまで行ったら、見る目変わるけど、だから正直こんな嫌がらせしてくるやつなんだよ。別れよ、目を覚ませよ、とか言われても知るかお前は子供か、って感想しかないし、あまりにやさぐれさんが、サンドバッグになってたから、殴りに来たけど丸々しと話して、なんかもういいやってなったから、ありがとうって言っとく。皆様、これどう思いますか？これが現実なんですよ。ひどいでしょ。電話での印象よりも、実際はだいぶ重症みたいですね。なぜか聞かれてもいないのに、本人が自分語りしてくれたおかげで、判明しましたが、まあ確かに、やさぐれメタルの視聴者で、騙されやすい人とかは、こういう思考になってしまうケースが、一定数出てくるのもしょうがないですね。やさぐれメタルはいい人、自分に害がなければ、他の人に何しようが気にならない。この二つは、伝説のサイコパス発言ですね。フィズフィフティーン様が、100% エアプであることが、確定した瞬間です。まだ比較的、話が通じそうな人でも、こうなってしまう可能性があるのです。こういう風に洗脳の被害者が出るのは、やさぐれメタルがコメント欄で、批判コメントを徹底的に全消しして、嘘の動画を掲載し続けているからです。この人はまだまともですが、低能なやつだと、ラジコンになっていても、何ら不思議ではありません。こういう情弱がいるからこそ、今後もやさぐれ関係の動画を、投稿していかなければならないと、強く思いますね。まず、批判するなら相手のことを、きちんと調べてからにしましょう。調べるのが足りなかった時は、素直に謝りましょう。それくらい常識ですよ。私は以前、登録者40万人以上の YouTuber を、批判してバトルしました。超大国に戦争を挑むようなものなので、鬼のような低評価がつくだろうと思っていたら、なぜか高評価率が、90から 95% と、意外と高水準でした。それは批判の内容が、ある程度正しいものだったからです。適切な批判であれば支持されます。フィズフィフティーン様が、当チャンネルにコメントをしたのは、8月27日前後です。最近の動画にしか、コメントがついていません。私の最近の動画だけ見て、過去動画を一切見ていないのではないか、と私は疑っています。またマミリン様のチャンネルでも彼のコメントを見たことがありますが、重要な動画にはコメントがありませんでした。なのでフィズフィフティーン様はエアプではないかという疑念を抱いています。また彼は私が動画で取り上げた後も平然とコメントしています。優しい言い方をすると、自分が何をしたのかもう少し真剣に考えてください。またコメントで長文のやり取りをする前に、こないだ紹介した過去動画を見てください。いつか様、クロスミレ様、マミヤママミリン様のやさぐれメタルに関する動画すべて、それと私のやさぐれメタルのヤバさがわかる動画を見てください。フィズフィフティーン様のコメントは、言ってることが微妙にずれていることが多いですが、話が通じる人だと思っています。彼に対する誹謗中傷などはできれば控えていただけると嬉しいです。私ができる介護はこれくらいが限界です。あとは自分で何とかしてください。生放送中の電話では、話が延々とループする人や、都合が悪くなると電話を切って逃げるような、とんでもない人もいます。しかしフィズフィフティーン様は、電話でのやり取りを見て、会話が成立していたので、ちょっと騙されやすいだけで、まともな人に見えました。これ以上のことは私もしません。あとは過去動画を見てください、としか言えません。最後までご視聴ありがとうございました。